はい、皆さん、こんにちは、ゆうきです。じゃあですね、今回もまたまたこのアッセンブル、いろんなね、道具とか、思い出の品とかを修理していくゲーム、アッセンブルをプレイしていきたいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ、ティムショースタート、始める。というわけですけどもね、前回はですね、なんかすごい昔のね、なんか、映写機っていうのかな?この、ね、なんかスクリーン上に、スクリーンとか壁上にね、なんか昔の写真とかをね、動画ではなくて写真を映し出すっていうなんか結構素敵なレトロな機械を修理したんですけども、今回はこれは何かな?沸点。ちょっとこれなんかパッと見でよくわかんないですけど、やってみましょうか。チャプター10沸点。スタート!ということですが、どんなものなのかな?これは一体。ストーリーもありますよね、これ。じゃあチャプター10沸点で、マリアで、ついにフェスティバルの日がやってきた。あ、とうとう来たんだ。フードフェスティバル。大変な仕事が続いてたから、私も道具を置いてフォークを持つ頃間。でもすごいなんか、行ってみたいよね。こういうなんかフードフェスティバルってなんか、美味しい料理がいっぱい出るんでしょうね、これは。メイン会場に入った時の匂いは素晴らしかった。なんかその会場に入って匂いが素晴らしいっていうのは本当になんか美味しそうな感じがしていいよね、これ。どの屋台にも競うように美味しい食べ物を出していた。なるほど。食べ物の品評会ももうすぐ始まろうとしている。あ、これなんかあれかな?どれがなんかすごい美味しいかみたいなことを、なんか決めるやつかな、これは。屋台の店主たちはみんな蝶々が来るのを心待ちにしていた。なんか今で言うなんか B 級グルメとかそういう感じなのかな、これは。で、みんなと言ってもカルミンは別だった。彼女はまだ必死に野菜を刻み、鍋をかき回している最中だった。カルミンまだ料理作ってくれてないの。もうなんかみんななんか屋台とかで売ってると思うけど、マリアじゃない、カルミンはまだ作れてないのか。マリア、いいところに来てくれた。一緒の願いがあるんだけどいい?え、何かな?ヘレナが今日手伝ってくれるはずだったんだけど、姿が見えないの。あ、ヘレナね、そう。ヘレナもね、ちょっとなんか前回のことがあって心配ですけども、どうなったのかな、これ。きっと合わせる解放がないんだと思う。私に嘘ついてたなんて信じらんない。あ、もう、話はしたんだね、もうなんか自分が今、仕事がなくなってるっていうことはね。でも、カルメンがね、ちょっとなんか信じらんないって言ってるのがちょっと、どういう意味で言ってるのか分かんないけどね、これ。そんななんか大変なことがあったのに言わなかったのが信じらんないって言ってるのかね。どうなんだろうね、これは。カルメンが怒りながら鍋をかき混ぜるので、鍋が丸ごとひっくり返すようになっていた。もうすぐ蝶々が審査にやってくる。でもこのままじゃスペシャルメニューが間に合わないかも。あー、でもそうか。でヘレナを探すのを手伝うのかな、マリアは。まさか断らないよねという雰囲気だ。勘弁してよ、休日なのに。まあそうだね。多分今日はあんまりなんか修理とかする気はなかったのかな、マリアは。で、コンロの部品は全部揃ってるよ。組み立てて予備の部分を調理してくれない？予備の部分を調理するの？マリアが。なんかでも、あ、これを、コンロか、これは。なんかあれかな。キャンプとかに持っていくなんか、携帯式って言ったらいいかわかんないけど、そういうなんか、コンロかな、これは。じゃあ早速やってみましょうか。全くわかんないけどね、こんなの。で、これは、ネジとかもないもんね、これ。これは、ここに、あ、組み立てるんだ。なるほど。なんかでも、キュピンって音が、いいよね、ちょっと。てか、これね、右上にこれがなんか説明書があるから、まあ、こういう感じに作っていけばいいと思うんだけど、ということは、これはこれかな?ん?あ、これは、あれか。なんか、説明書見ながらやってますけど、上につけると思ってたけど、上じゃなくて、これ横なんだね。で、じゃこれが上かな?これが上で、で、これがなんかこの、なんていうのかな、三つに分かれているところにこれをはめていって、あ、そうか。このなんか、足っていうのかな、この足になんかフライパンみたいなものを乗せて、この黒い丸っこいやつから火が出るのかな、これは。で、
火をつけようっていうか、これマッチか。マッチで、あ、これ、マッチの箱を開けましてと、開いた。マッチなんかもね、現代じゃもうほぼ使わないよね、これ。あ、つけた。っていうかね、ちょっと怖いんだよね、これ。これでも、ん、やばいやばい。ちょっとなんかの、持つところが燃えてきた。ん？これな、なに？あ、やばい、消えちゃった。消えちゃった、失敗しちゃった、これ。でもこれを、これ今、マッチ持ってるけど、これ、これもう一回外していいの？ダメか？あ、これをまずここに置いてから、このマッチをつけて、このレバーを引いたら、あ、ダメだ、このマッチ持ってる間はレバー引けないから、これでレバーを引いたから、これで火をつけると。あ、いけた。なんかこんなんも面白いよね。あんまりこんなことをする経験がないですからね。まあゲームの中の話なんですけど。で、これ、何？これスープ？ちょっとこれ、一回これを元に戻して、これが何か、ん？なんだこれ？あ、これ、ん？やっぱこれはここに置くのかな？違うか。鍋を置くのか。鍋を先に置いて、これを入れるんだ、なんか。スープの粉みたいなもの。粉末かな？ん？あ、いけたいけた。これもやっぱ美味しいのかな？なんかコーンスープとかそんな感じのあれかな、これは。で、これを置いて、これに乗せると。これでクリアかな？鍋がぐずぐず煮立っている。自分で言うのもなんだけど、あ、なんか落ちった。美味しそうとかかな？カルメンが渡された食材はこれね、最初に入れるのが、これ自分で調理するんだ。これも完全に修理じゃないよね、ちょっと。なんかすごいいっぱい、なんかトマトとか、ブロッコリーとかあるけど、人参とか。これ、なんかこの説明書きを見ながら、やるってこと？英語だからまずわかんないですけどね、これ。まあわかんないからなんか適当に入れちゃえみたいなことかな。それをなんか品評価に出すんだけど大丈夫かなこれ。まあじゃあブロッコリー入れて、ブロッコリー、これも入れて、これなんか玉ねぎかな、ブロッコリーも、あ、なんかやばい。スープの色がすごい緑になった。抹茶みたいじゃん、こんなもん。トマトも入れて、マッシュルームも入れて、人参も、ん？大丈夫？良さそうだね。出来上がったらスプーン一杯分もらってみよう。もうこれでいいのかな？めっちゃ適当に入れたし、なんか人参とか入れてないけど。で、これをマリアが飲むの？あ、できた。なんか、フォーシーズンスープ、完了。なんかすっごいなんか、適当に作ったけど大丈夫かな、これ。私の担当分終わって、カルメンがそこから引き継いで最後に味を整えた。味を整えたなら大丈夫かもしれないんだ。完成と同時に、ちょうどジョゼフがやってきた。あ、よかったね。イジーも一緒だ。カルメンは恐る恐る二人に料理を出した。あ、ジョゼフだけじゃなくてイジーも一緒に来たんだ。とかよく間に合ってよかったね。来るまでにあの、ジョゼフさんが。え、よかったね、これ。これすっごく美味しい。おかわりもらってもいい。おかわりが、もらいたいぐらい美味しいんだ。それすごくない？ふむ、娘はあなたのお得意様になったようですね。だってね、これ、今までもこのジョゼフとイジーはいろんな料理を食べてたわけだから、お腹空いてるとかないだろうし、それなのにね、なんかこのスープをね、なんかマリアが適当に作ったスープをおかわり欲しいっていうのはかなり美味しいっていうことだよね、これ。まだいくつか店が残っていますが、今のところあなたのメニューはトップ争いに加わっていますよ。あ、ほら。ジョゼフさんもやっぱりトップ争いに加わってるってくらい美味しいと思ってるんだ。ジョゼフとイジーは一緒にいてとても楽しそうだ。あ、よかったね、この二人。あれなんだ、なんか、今は気まずい雰囲気とかがないってことかな。フェスティバルは二人にとって良いきっかけになったんだろう。へぇ。一方でカルメンやりついた様子だ。どうしたんだろう。メニューも好評だったのに。あ、そうだよね。どうしたのかな。あ、ヘレナか、やっぱり。ヘレナに見せてやりたかった。姉さんは私が何をやってもダメだと思い込んでるから。あ、なんかカルメンもやっぱりなんかそう思われてるみたいな自覚はちょっとあったんだね、これ。でもそういう自覚があったら悲しいよね、そう思われてるっていうのがなんか分かってるっていうのは。でもヘレナがね、ここにやっぱりいないからどこに行ってるのか。それがちょっとあれだよね、なんか心配ですよね。これマリアであなたに一番会うことをしてほしいんだよ。ただヘレナはそういうのをうまく伝えられないだけでね。
カルメンで、うん、わかってる。子供の頃からいつも背中を押してくれた。ここにはそんな人はいなかった。あ、でもやっぱり、ヘレナのことは、やっぱり今でも尊敬してるんだね、カルメンは。でも、ね、実際どこにいるのかな？嘘なんてついてほしくなかった。でも私だって何年も無理をお願いしてた。どれだけの負担をかけてるかなんて考えようともしなかった。ああ、これで、でも一応あるのか。ああ、でもやっぱりあれだよね、なんかこう。カルメンもなんかすごい負担になってるっていうのがなんか、やっぱり、考えてたっていうか、今は分かったっていうか分かんないですけどね、これが。でもこれからヘレナが今いないですけど、どこに行ったのかね。本当にそれがちょっと心配ですけど、ちょっとね、今回もまたまたこの辺にして終わりにしようかなと思っております。それじゃあ皆さんご視聴いただいてありがとうございました。